はようございます。おはようございます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒め称えます。1週間、この週の半ばまで主が共にあり、共に導いてくださり感謝します。神の家族と共に、街道に集い、あなたを賛美し、あなたに祈り、祈り会が見ていますことを感謝します。今週は特にイースターの週でイエス様の復活を特に覚える時を持つことができる、心から感謝します。その復活の主が今も私たちと共にあれ、いてくださり、この全世界の主の主、王の王であるという、また私たち一人一人の救い主であるということを覚えて感謝します。あなたの御言葉を通して私たち一人一人に聖霊なる神様を通して語りかけてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編99編をお開きください。詩編99編です。詩編99編1節から9節までございます。詩編の99編1節から9節までお読みいたします。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地を震えよ。主はシオンにおいて大いなる方。主はすべての国々の民の上に高くいます。国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼び求むの中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の聡と彼らに賜った掟とを守った。我らの神主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であった。我らの神主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神主は聖である。主は王であるというタイトルで見ていきたいと思います。この99編の最初のところにまず、主は王であるというふうに書いてあるんですけども、これ詩編これまで見てきてですね、何回もこの言葉っていうのが出てきてたんですね。96編、詩編の96編の10節、96編10節にこのように書いてあります。国々の中で言え、主は王である。まことに世界は固く立てられ揺るぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。主は王である、そして、王である主は公正、正しく公平に全世界の民を裁くお方である、97編の一節、97編一節、主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜ぶ。ここでも主は王だとあります。そして、今日の99編、主は王である。まあ、王っていうことは
キングですよね。王であるということはキング、まあ、聖書の中にこの神の国、神の国っていう言葉が、たくさん出てくるんですけども、教会学校でも話したのかな。国っていうと日本語で言うとカントリーじゃないですか。国っていうと普通、国っていうと普通カントリーなんですけども、聖書にあるこの神の国っていうのは、God's country じゃないんですね。Country of God ではなくて Kingdom of God。 国、聖書に言う国っていうのは Country じゃなくて Kingdom なんです。ですから正確に言うと王国なんですね。聖書に書いてあるのは王国、 Kingdom で、王国、 Kingdom ということはキングがキングとドム、これドムって英語だと例えばドミネートとか支配するっていうことですよね。ですから王様が支配しているのがキングドムということは、神の国ということは神様が王として支配している、それがキングドムオブガードということですね。ですから主は王である。つまりこの主が全てのこの全世界を作られて、そして支配している、生きて支配しているお方なんだということですね。で、まあ、この漢字でも主と王っていう漢字はすごく似てる漢字で、要は主は上に点がちょんってついてるだけのことなんですけども、要はこの主が王として全てのことを支配している。ということはそこに住む神である主に作られた私たちはこの主に従うものとして本来作られているということですね。ですから一節で、主は王である、国々の神や恐れもの家、主はケルビムの上に、ケルビムの上の御座についておられる。ケルビム、これ聖書の中で何回か出てくるんですか、何なのかな、思うんですけども、実は聖書の最初に出てくるんですね、ケルビムっていうのは。創世記見てみましょう。創世記の3章、創世記の3章です。創世記の3章の23節24節、それぞれの皆さんの聖書でご一緒にお読みしましょう。創世記3章23節24節3、はい。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人が自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた、はい、ここはアダムとエバが罪を犯してしまった、そしてその後の出来事なんですけれども、罪を犯したアダムとエバがどうだったかというと、エデンの園から追い出されたということですね。神様によってエデンの園から追い出された。そしてエデンの園にあった命の木、命の木、そこから取って、食べないように、その結果死ぬことになってしまったというのが22節の後半にありますけども、その道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置いた。この聖書の最初のところでこのケルビムが出てくるんですね。で、ケルビムってこれ以外にもですね、エゼキエル書とかいろんなところに出てくるんですが、いまいち何のことなのかよく分かる、なんかこう翼があったりとかですねするんですけども、天使じゃないようなんですけども、でも何かしらその天使的な存在で空を飛び回る、神様によって作られたものの象徴のようなものとして、聖書はこのケルビムっていうのを描いているんですね。で、2節99編に戻りますが、2節を見てみましょう。主はシオンにおいて大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くおきます。シオン、これもよく出てきますけどね、シオンという教会にいます。
クリスチャンホームによくある名前ですけども、シオンというのがエルサレムのことですね。エルサレムのことをシオンと言います。エルサレムにおいて大いなる方。でもエルサレムだけじゃなくて、主はすべての国々の民の上に高くいます。神の都エルサレムなんですが、同時にこの全世界すべての国々の民の上に高くいる。主は王であり支配者、主はこの創造主であるんだということをこの99編繰り返し伝えるんですね。で、3節、国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえ、主は聖である、主は聖である。この99編を見ると、この主は聖であるっていうの言葉が3つ出てきます。この後5節にも、我らの神主を崇めよ、その足台のもとにひれ伏せ、主は聖である。9節でも、我らの神主を崇めよ、その聖なる山に向かってひれ伏せ、我らの神主は聖である、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 3回出てきます。神様は、神は愛である、聖書にありますから、愛というのは神様の本質なんですけども、この聖、清いというのも神様の本質。主は聖である。で、これ聖であるってどういうことかなと思うんですが、ある意味で聖、清い、その逆って罪ですよね。ということは、主は聖であるということは、もう全く罪がない、罪との反対、罪がないお方。この地上の王であれば、この地上の国の指導者とかリーダーであれば、私たち人間と同じですから、何かしらかの罪、神様から離れた罪、自己中心の罪というのを持っている。しかし、神である主はこの全世界の王として、全く罪がない、完全に清いお方です。ですから4節、王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。完全に清い、罪のないお方ですから、完全に正しい裁きをしてくださる。それだけではないですね。8節、詩篇99編8節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。3、はい。我らの神主よ、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方である。神である主は許しの神であった。そしてその行いによって報いる方である。神様は完全に清い、罪がないお方。その神様の清さ、正しさによって一つ一つのことを裁き、またそれに報いるお方でもある。また罪を許してくださることもできるお方である。ですからその結果として、9節、我らの神主を崇めよ、その聖なる山に向かってひれ伏せ、我らの神主は聖である。主が王であり、すべてのこの地上の国々、人々の支配者、また主は聖なる正しい裁きと正義、また罪を許し、また一人の人の行いに報いてくださるお方であるから、だからこそこの神主を崇めるように、礼拝するように、主の前にひれ伏して主を礼拝しなさい、そういうことを教えています。この前の日曜日は、イースター礼拝でした。3年ぶりに、私たちの教会でこのイースター礼拝をすることができて、本当に感謝でした。私はクリスチャンになって30年ちょっとなんですけども、毎年このイースター礼拝に出ていて、でも過去2年間は、イースター礼拝、
をしましたけれども、でも神の家族とはイースター礼拝を教会で集まってすることができなかったんですね。ですからそういう意味でこの前の日曜日のイースター礼拝というのは私のクリスチャン生活の中で、最も記憶に残る、最も素晴らしい、イースター礼拝でした。教会にも本当に神様はたくさんの人を集めてくださってですね、172人来た。でちょっと記録見たらですね、1回の礼拝でこの170人以上来たのって3年前の2019年の新年礼拝を見たらですね、その時新年礼拝、朝の礼拝184人来てるんですね。ですからそれ以来の人数、たくさんの人が集まりました。幼い子供たちから若い人たち、青年、中年、シニアの方々で、本当にこう皆さん見ててですね、もうこの日を待ってました。この日を待ってましたっていうのがですね、本当に皆さんの表情から、見て取れてですね、で何か本当にこの天国の前味を味わうような、イエス様の復活、やがて天国で私たちまた神のために礼拝するんですけども、その前味を味わうような、そういう礼拝だったなと思うんですね。でさらに素晴らしかったことはですね、クリスチャンじゃない方がすごく、多かったです。特にこの地域に住んでるクリスチャンじゃない方がかなり来てました。で、なんで来たかというと、牛の教会の人たちが誘ったんです。ずっと祈って誘ってた人たちが来た。おそらく3家族、新しい家族が来たんですね。でそれ以外にも、クリスチャンじゃない方、留学生の人とかワーホリの人とかですね、集まってましたけども、そのクリスチャンじゃない人がこれだけ集まった礼拝っていうのも、ちょっと私記憶にないぐらい、たくさんのクリスチャンじゃない方が集められました。まあ、ぜひそういう方々が今度の礼拝、3人の方の洗礼式がありますから、引き続いて、集い、洗礼式を通してまた一人一人がですね、信じるように導かれるように、お祈りしていきたいなと思うんですね。そして何よりもそういう方たちが本当の神様、本当の主であるイエス・キリストをこの教会を通して、知ってほしい、主に出会ってほしい。主は王である、全てのことの支配者、そして主は清いお方である、また正しい裁き、正義を持つ、しかし主を信じる者の罪を許してくださる、十字架と復活によってイエス・キリストを信じる者を神様の前に義とし、神様との平和を与えてくださることです。ローマ人への手紙から見てみましょう。ローマ人への手紙4章、新約聖書のローマ人への手紙4章の25節、4章の25、はい、4章の一番最後ですね、ローマ4章25節、そしてその次の5章の1節、ローマ人への手紙4章25節、そして5章の1節、ここも皆さんのそれぞれの聖書で2節お読みいたしましょう。3、はい、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。王である主、主は王である、そして主イエス・キリストです。このお方が人間となって私たちの罪のために死なれた。そして私たちがこの神である主の前に正しいと認められるためによみがえった。で、それをイースターとして私たちはお祝いした。だからイエス・キリストを信じる信仰によって神様に義と認められた。正しいと認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神様との平和、神様との平和が主を信じる私たちには与えられています。ロシアがウクライナに侵攻して2ヶ月が経ちました。
まあ、このカナダに住む私たちにとってはもうなんか地球のこう裏側というか反対側というか、そういう出来事でどうしてもこうニュースをこう見たりしてしまって、まあ、もちろん大変なことが起こってるなっていうのは分かるわけですけども、でも何かどっかこの心の中で、まあ、私たちはここにいるんだし、カナダにいるんだし、そういう気がないわけではないですね。でもこの前ニュース見てたらですね、あのロシアっていう国はこの全世界の小麦、ウィートですね、小麦の 23% のシェア、もう全世界の小麦の 23%、 そしてウクライナもものすごく穀倉地帯が多くて、ウクライナは 9%、 全世界の小麦のその 9% はウクライナ、だからロシアとウクライナで全世界の小麦の3割以上なんですね。ですからこの2つの国が戦争をしてて、それぞれの国から小麦がこうもう輸出されなくなってるっていうことは、まあ今ガソリンの値段もすごい上がってますけども、もうこの小麦の値段なんてものすごく上がるわけですよね。そうするとこう全世界的に食糧難に陥って、食糧危機になってくるんだ、なんかあんまりそんなにこっちの大手のメディアとかこの話あんまりしてないんですけども、でも言ってる人はこの話結構してるんですよね。ですからこれが続くとですね、本当に世界的に食糧危機になって、もう特にアフリカの貧しい国々になって、これからももう大変なことなんだ。これまでさえたくさんの人が飢えて死んでいたのか、もっともっとたくさんの人が、それだけじゃなくて私たちの生活自体もですね、ものすごいこれから食べ物の値段が上がってくる、まあ、そういうニュースを聞きました。本当に私たちの世の中っていつどうなのか分かりませんよね。しかし私たちには神様との平和がある。イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり蘇り、そして主を信じる私たちの罪を全て許し、神様の子供とし、やがて天国に行く永遠の道を約束してください。そしてそれだけではなくて、この全世界の王として支配者として、また全てのことを正しく裁く正義であること、そして主を信じる者の罪を許し、また私たち一人一人の行いに報いてくださる方であるということを今日も覚えたいなと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。主よ、あなたはこの全世界の救い主、そして主を信じる私たちの救い主、助け主です。そして同時に主よ、あなたは王です。そして主よ、あなたは完全な聖なるお方、全く罪のないお方です。あなたこそ、だからこそ全てのことを正しく公平に裁くことのできる唯一のお方です。一人一人の人間のそのこの地上での行いに応じて報いるお方、しかし死を信じる者の罪をその十字架に免じて許してくださる。だからこそ私たちはあなたを礼拝し、あなたを崇めることができることを感謝します。十字架と復活を覚えるその受難週、またイースターを今年も私たちは持つことができて感謝します。この前のイースターの礼拝には多くの神の家族が集まり、天国の前足、そしてそこにたくさんのクリスチャンじゃない方々、あなたが導いてくださったこと、ありがとうございます。どうか私たち一人一人がまず神様との平和が与えられていることを覚えて、この混乱の中にある世の中での歩みをあなたに目を向けて歩むことができるように、またさらに一人でも多くの方が主を信じ救われ、神様との平和を保つことができるように、回復することができるように、今ウクライナでなされているその戦争の上にもどうか願わくはあなたの平和が与えられる。
私たち一人一人の歩みにもあなたが平安を持って助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りの時を持ちたいと思います。4月の祈りの課題ご一緒に見てまいりましょう。1番、教会と神の家族、引き続き覚えてお祈りしたいと思います。今教会に集っているクリスチャンじゃない方々、礼拝に打ち続けてイエス様を信じ受け入れることができるように、先ほども言いましたように、この前のイースターにはたくさんのクリスチャンじゃない方が教会に来ていただいたこと、引き続き特に今度の礼拝洗礼式導かれるようにいたしましょう。24日に洗礼を受ける3名の兄弟姉妹、浅野剛さん、安子さん、金子長江ちゃん、その祝福を覚えていたしましょう。次回のこの後の洗礼式を今夏頃に予定しております。そこにさらに今学びをしている何人かの方々、毎週のように教会に集っている異信者の方々がございますから、主を信じ受け入れ、夏に予定されている洗礼式へと導かれるようにお祈りいたしましょう。小山恵里ちゃんの出産のあとですね、あ、ご自身が、そうですね、失礼いたしました、失礼いたしました、はい。じゃあもう全体のは終わりにします。